皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさ、帰宅しました。今日はね、帰宅、するときに、まあ今かな。今帰宅したんだけど、雨が降ってました。というかね、雪が雨になったって感じかな。なんかそういう歌あったよね。うん。なんか、うん。あれ雨が雪に変わるんだっけなんか、あったよね。雨が雪だか、雪が雨だか。今日なんかその曲が流れてたんだよな、ね、どっかで。 あれなんだっけ何の歌だっけ待って、ちょっと待って、慶太くんがいない、慶太くんがいたら聞こうと思ったんだけど、つってもあいつは答えないけどな、かんぴょう出してくれる、え、なんかあったよねちょっと待って、みんな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 つって言ってもさ、たぶんこの動画を見てる人がさ、誰やねんって話だけど、あのさ、なんか雨がさ、雪になるみたいな歌あったよね雪が雨になる歌あ、まあいいや、あとでって、<laughs> うん、久しい友人に聞きます。まあもし 思い出したよっていう人がいたら、思い出したよってか、分かったよっていう人がいたら、教えてくれ。なんかその曲が流れてたんだよな、今日車の中で。でも何だったかよく覚えてない。メロディーも覚えてない。ただなんか雪が雨がどうのこうのっていう。まあいいや。そんな話はどうでもいい。今日は雪が降ってました。で、雪が降っちゃうんだけど雨になったっていうね。だからちょっと危ない感じだったかな、帰宅が。ちょっと車の中は別にいいんだけどさ。しかも俺運転手じゃないし。俺は車の中でゲームをやってました。で、 本題に移るんだけど、えっとね、近々新しい虫キングのゲーム、あの、虫キングのゲームっつっても、虫キングは一切登場しません。あの、ピオケみたいに、虫キングとポポ,ポ,ポポみたいな感じで、あの出るわけじゃなくて、俺が勝手に虫キングコラボで目打って、目打って、虫キングコラボ動画って言って出してるだけです。あの、前に出したらさ、カブト進撃 カブトムシの進撃ってやつ。カブトムシが戦うゲームとか、ムシキングのレースとか、カブ戦車みたいなやつです。あの、今回ね、出すコラボゲーム、スマホゲームは、はっきり言って、あの、面白みがないっす。面白みがないっすって言ったら、作った人に謝れやだな。えっ、ー、と、トランプのゲームなんだけど、淡々と数字を合わせていくゲームなんだけどね、勝つたびにカードがもらえるの。まあ別に負けても、負けてもってか、戦わなくてもカードがもらえるんだけど、うん、まあ、ちょっとその時になったらまた、ゆくゆく説明します。 であのスコアアタックっていうかな、ランキングっていうか、ランキングじゃないな、うーんと、自分のデータが残るんだよ。あの努力いのスピードで相手に勝ちましたみたいな、数字を揃えましたみたいなね。で、それでさ、なんだろう、このリスナーっていうのかな。この動画を見てくれてる人たち、まあ、聞いてくれてる人たちと、スマホの記録を競い合うっていうのが面白いかなと思って。まあ、トランプゲームがね、すごい強い人っているんだよ、世の中って。俺のり合にもいるんだけど、そういう人に任せたら、 多分、うん、1時間半ぐらいで、すべてのカード集めちゃうんじゃないかな。わかんない。でも1時間半は無理か。だって俺、1社につき30分とか40分とかかかるもん。俺が遅いだけです。まあい,いや、ちょっと話が長くなっちゃったね。その時になったら、ちょっとまた説明する。多分、月曜日ぐらいかな。コラボ動画出せるのは。あの全く虫キングは関係ないんで、虫キングは出てきません。で、プリアッケ動画の方はね、もうちょっとしたらね、再開しようかなと思ってます。ちょっと、あの、用意して。 用意して、あの、プヨケ自体は毎日やってんだよ。で、毎回、あの、ポッポとムシキングっていうカードがあるんだけど、それを使ってるんだけど、動画映えがしないんだよね。つーかさ、今までちょっとね、考えてゃ動画があったんだけど、なかなか時間取かれなくてね。ま、あ時間があれば、いろいろちょっと考えてますんで、あとカラオケ動画とかも復活したいと思うんで、ま、あしばらくはね、トーク動画とムシキング動画だけだけど、ま、あそれがね、ま、あ日課かなと思います。 ちょっと話が長くなって脱線して何の話やねんって話だけど、まあ、よかったらね、あの、一緒にトランプしましょう。<laughs> ババ抜きみたいなゲームかな数字を合わせていくゲーム。あの、え、A、エースからキングまで。エース、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ジャック、クイーン、キング。かなでよね、俺さ、エースのことワンって呼んでたんだよね。 1>, 1じゃなくて1だと思ってたの。んでか知らないけど。で、2は2だと思ってた。2とかじゃなくて。で、全部英語,英語にしてもよかったと思ったんだけど、そしたらさ、ジャックとかさ、クイーンとかさ、キングとか出てこないよね。あちなみにトランプで思い出したんだけど、これはもうみんなあのご存知だと思うんですけど、岡君の岡6413の6413って、64は、まあ、虫キングの虫なんだよ。で、13って、 トランプでさ、あの13番目ってさ、K じゃん、キングじゃん。ってことで、64のキング、虫キングなんだよね。<laughs> 今更ですが <laughs> よかったら覚えて帰ってください。<laughs> 多分、ツ Twitter でかないや、違う、ミ e バスでかな教えたはず、みんなに。ちなみに、俺ね、ミ e バスの時のアカウント名って、あの、Nintendo ID ってのって、確か6413入ってないんだよね。0913。 0918。0913って何だ ?0918。0913ってどっかでああ、そうか、0913はまたあの数字だ。気にしないでください。あの、0918と0913を間違えただけなんで、ごっちゃになっちゃったね。6413とね。<laughs> うん、6413はもう無視キング。で、0918っていうのは、まあ、今年の9月18日になったら言います。うん、多分知ってる人は知ってると思うけど、うん。あの、9月18日って意味です。 は何,何,何0918だったっけ岡0918だっけ,だっけいや、そんななんかベタな感じではなかった気がする。だか、ら人間ンダード作る時に、本当は虫キングで64、岡6 4 3に承知したんだけど、なんか、名前バレるのも嫌だかなと思って、うん、<laughs> なんか違う感じしたんだよね。まぁ、あ、いいや。ちょっと話が長くなっちゃったら、ね、え、何の話じゃんけえ、何の話してたんだっけ圭太くんがいないからさ、話し相手にならないんだよな。でも圭太くんいても話し相手にならないけど。ごめんね、圭太くん。今、失言しました。 岡くんは今、軽く失言をしました。圭太くんといても話し相手にならないわ失礼してたね。圭太くんがいてもね、面白いんだよね。まあいいや。今度圭太くんを誘います。うん、彼ね、かたくなりにね、声出さないんだよな。なんでだろうね。恥ずかしいんだろうね。うん、多分関わりたくないんでしょうね。関わりたくないっていうか、あの、YouTube に失礼したくないんでしょうね。まあいいや。えー、っと、何の話したんだったっけ。そう、雨は雪へ変わるだろう。ああ、なんかさ、あ,あれだよ。 山下撮影かなんかじゃないクリスマスイブかなんかじゃないサイレントラーブのやつ。サイレントラーブ。サイレントラーブ違う。サイレントナイト。なんかさ、雨は夜吹けすぎに雪へと変わるだそれだうん、思い出した。なんかすごいね。最初にさ、車の中でなか聞いたよねって。なんで今この,この曲が流れてんの雪降ってたからまあいいや。もう話し何の話しっけ <laughs> 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 何の話だっけ <laughs> これを一人でやってるってのがすごく恥ずかしいです。これ、ケ太く君が前にいたらさ、ケ太く君に面白いねってって、カットするとか言うんだけど、これ、今日完全一人です。圭、ね、太タ君が前,前にいたら面白かったんですけどね。いや、本当はさ、あの、虫キング動画のコラボ動画、トランプの話するだけで終わったのに、なんか、その、雪の歌が頭の中に残っててさ、何の歌だっけってってさ、あの、解決したんで、あの、いいです。 の曲じゃねって言わなくて大丈夫です。わかりました。うん、ありがとう。ありがとう誰にありがとう <laughs> まあいいや、うん、うん、思いやてくてありがとう。奥んにありがとう。<laughs> ちょっと話が長くなりましたね。えっと、まあ、今日はちょっと話が長くなっちゃったけど、まあ、要点を、要点、要点っていうことでもないんだけど、まあ、本題をまとめると、ムシキング動画新しく出すよっていう話です。で、今日もね、トーク動画と虫キング動画の方を出すんで、 よかったら見てください。ちょっと話長くなっちゃってごめんね。あの、多分これ見てる人、何の話だこれって思うと思います。なんか、あ、お母さんが久しぶりに八君の動画上げてるぞ。なんか重要な話かなって思った人はすいません。多分、キャル君あたりはね、あ、お母さんのトーク動画が今日すごい尺が長い。なんか面白い動画かなって期待してたら、ああ、雑談だったかって言うと思う。テレ君はね、いつも、ごめん、テレ君の名前出してよかったんだっけテレ君はいいのでよね。テレ君でいいんだよね。 てるくんっていうべきなのかさあまって出すくんっていうべきなのかどっちなんだろうねこういうときはでもてるくんでいいんだよねてるくん <laughs> それでてるくんがさはーいってさ声かけてきたらウケるよね怖よ今頃くしゃみをしてますてるくんこの動画を見たらぜひくしゃみをしましたってコメントしてねあしないんだよな彼はコメントあいつコメントしないんだよなあいついいねしかしないんだよなグ、うん、<laughs> ッドボタンみたいにもして、うん、最近ね彼ともね ケモンを遊んだりとかしてんだけど、まあ、い,いや、ちょっと話が長くなるからやめた。ごめんね。岡くんは年を取ると話が長くなるという特技を覚えました。特技じゃない特技じゃない。ってな,い <laughs> なわけでちょっともう10分過ぎちゃうんで、早めに締めます。それでは今日も見てくれてありがとう。それではまた明日もよろしく。